米国認定看護協会はずっと運動しています。業務の範囲を広げるために運動を続けています。つまり認定看護師たちがより独立して医療を行えるようにするための運動をしているのです。しかし業務が範囲が増えると自主性は増えます。そして報酬も増えます。しかしそれに責任というものも伴うのです。中にはこれを苦しい形で学ぶ、つまり医療ミスという形で学ぶ人もいます。この業務の拡大ということに反対する人はなぜかというと患者の安全を気にしているからです。研修の後に医師たちはだいたい20万時間以上の臨床実習を経ています。自分たちの特定の実習を受けているのです。それに比べると博士号を持った認定看護師というのはその一辺くらいの時間、つまり500時間から1500時間の時間しか臨床実習をしていないのです。しかも自分たちの特定の専門での実習である必要はないのです。私の認定看護師の同僚が言うには、この業務拡大というもので声高に運動を続けている人は少数派だということなのです。そして多くの認定看護師はこの考えに賛同していないそうです。なのでネット上に出ている誇大広告に惑わされないでください。これは医師対認定看護師という問題ではありません。医療チームが力を合わせて取り組むこと、患者のために尽くすこと、それぞれが一緒に協力して意図された業務を一生懸命こなすということが、全員が患者も含め医療治療に成功するということを勝ち取るのです。また学位を量産する学校、そしてオンラインだけのプログラムが懸念を拡大しています。患者の安全という面で懸念が広がってきています。この問題に関して興味があるのであれば、患者の安全のための医師という協会グループがあり、彼らの記事やプレゼンテーションを確認してみてください。彼らの資料には私がカバーしているものよりもより深い問題を、この問題の深いところを掘り下げています。どうすれば認定看護師が自分に合っているかどうか分かるのでしょうか。もしあなたがチームプレイヤーであるということが好きで、患者の教育をしたい、そして患者の治療に関する決断をしたいという人に関しては認定看護師は向いているかもしれません。忍耐や高い費用が気になる人は、より短期間の期間で費用もかからない認定看護師の道が良いかもしれません。もしすでに看護師になる道に進んでいるのであるありながら、より高いレベルに行きたいという人は認定看護師の道を進んでもいいかもしれません。より医学的なモデルで進みたいという方には医師助手という道がおすすめです。もしもっと自分でいろいろ決めたい、自分で操作したい、そして多くの自主性が欲しい、多くの病気について全てを知りたい、そして頂点に立ちたい、患者の医療治療や研究において常に頂点の位置にいたいという人には、医学部生になって医師になるということをお勧めします。これに関しては何が良くて何がダメだということではないのです。どの道が一方よりも良い悪いというものではありません。自分にとってはどのタイプの職業が向いているのか、それぞれをよく考えて、何が自分の性格、価値観、そして長期的な目標にふさわしいのかということを考えてください。看護師のリズさんにお礼を言いたいと思います。この動画の作成において
私に協力、多大な協力をしてくださいました。彼の YouTube チャン、彼女の YouTube チャンネルも確認して応援してあげてしてください。この動画が良いと思ってくださったのであれば、私の他の動画、あなたがなりたいものシリーズの動画をにおいての医師助手の会もぜひご確認ください。そして医師助手、認定看護師、そして医学部生になるということの比較をしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。